どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、まだまだウクレレにぴったり合う最高の曲、まだまだありますよ。今回もそのうちの一曲、加山雄三さんの海その愛、こちらの曲をやってみようと思います。この曲はですね、こんな曲ですよ。海よ俺の海よっていうあれですよ。これウクレレに合いますから、皆さんワイワイやりましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンやります。後半はアルペジオ、ガズペジオと、このリズムのね、こう気持ちいいところスコーンとついてですね、あの壮大な海をこうイメージできるようにした、こうかっこいいバージョン、スケール感大きくいこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、憧れの曲、いつも聴いてる曲、カラオケ歌ったりね、 CD 聴いたりするのもいいんですけど、自分でこの楽器を使って歌う弾き語り、これぜひ皆さんに始めていただきたいと思います。音楽は無理だな、私はもう楽器は無理なんですという皆さんにこそウクレレはね、あるようなもんですよ。もう簡単ですからね、弦も4本しかないし、あとはね、ちっちゃいのでいつでもどこでも持ち運びできて触っていられるっていうのはすごく面白いと思います。で、ピアノとかギターとか弾ける方もまたウクレレでねやると、また全然音楽の違うね景色が見られると思いますので、本当おすすめです。簡単ですからぜひ始めましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽できるようになります、ウクレレでね。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番ごとに動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになりますから、やりましたね、もうすぐできますからね、ぜひ楽しんでやってみてください。それでこれ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、パソコンはもちろん最近はテレビに映せる方もね多いということで、しかも無料、ぜひ皆さん始めましょう。じゃあリンクあります、初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が700曲以上のウクレレ簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。今日みたいなヴィンテージ曲、昭和の夏メロはもちろんです。最新 J-POP から定番の J-POP、演歌もあります。洋楽もたっぷりある。ハワイアンもあるし、アニメソングも映画の曲も、本当に世の中の曲もなるべくウクレレで簡単にできるようにバンバンアップロードしてますんで、ぜひご覧ください。さっきのリンク先のところで検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、いろんなお気に入りを探してどんどん音楽しましょう。さあ、それでは行ってみましょう。加山雄三さんの海その愛、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。海に抱かれて忘れさせる。
海蔵さんの名曲ガズレレでシンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、ちょっとショートカットバージョンです。フルでやりたい方は2番の歌詞とコードを書き出してください。1番とコード進行は一緒でございます。熱い、いい曲ですよね。もう男は。ね、気持ちが入っちゃいます。はい。動画のね、テロップと一緒にできるようになった方は自分でノート書いてくださいね。で、自分のノートを見ながら自分だけでやってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただきましょう。とうとうこのノートもこの曲で最後になりました。はい。あ、はい。海その声。これ、こっから始まります。まずはこの A メロがこんな感じであります。シンプルですよ、すごく。はい。で、ここ、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンですけど、これまた解説しますけれども、ちょっとこうかっこいいんでね、やってみてください。一時停止でメモってください。はい。で、ここ B メロちょっとね、このシンプルな、このね、ワンフレーズがこうサビにね、またぐかっこいいとこなんですよね。ここもコードがちょっとね、違ってきます。後半のかっこいいバージョン。ここから、あの、感動するサビに突入でございます、皆さん。はい。サビのここでもちょっとね、コード進行変える。後で解説ここもしますんでね。で、ここまでがあの1番なんですけど、ここから、2番のサビをやって今終わったということで、ちょっとね、いよいよこれ場所なくなってきたぞということで、このワンブロックの大きさがこうキュッとちっちゃくなって、ちょっと短い版の表記ですけど、ここのコードとコード進行一緒で、歌詞が変わっています。最後 C がちょっと伸びる感じでやってますけれど。はい。これも一時停止して、なんとなくテロップと見合わせながらね、やってみてください。じゃあコード、出てくるコードの解説いきます。今やったシンプル簡単バージョン、この6個です。C と Am、F、Dm、G7、E7。この6個で、この、はい、加山雄三さんの名曲できちゃいます。この6個はね、皆さんにシェアしたいのはこれですね。いつも言ってるやつなんですけど、ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよというコードでございます。コードというのは星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思ったらちょっと難しいし、もうそもそも無理。じゃあどうしましょうということになりますけれども、この小さいウクレレで音楽をやろうと思った方、このウクレレにとってものすごく便利で使える、ものすごくパートナーになってくれるコードのグループのことをガズレレ必須コードと言っております。8個から10個という、そういう表現してますけど、まあ見ていただければわかるんですけど、超簡単コードは10個ぐらいのグループなんです。1個ずつ見たら指1本のコードとかいっぱいあるんで、いいんですけど、10個とか8個とかセットで覚えるのは結構大変ですからね。それをなるべく頭にスッと覚えられるように、簡単に解説して、私が解説してるんですよ。した動画をここに貼っておきます。これすごくわかりやすいんで、ここでコードの勉強してください。そしたら今日出てくるこの6個のコードはもうバッチリでございます。そこでゆっくり心を込めて奏でる。これは海の前で、海に向かって歌いたい曲ですよね。はい。皆さんやってみてください。じゃあここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはその中でもコード2つ追加されます。このね、追加されるコードがまた渋いんですよ。サス4というコードなんですけど、まずこれ見てください。こちらからまずいきましょう。E7 sus4 というコードを使うんですけど、この E7 と E7 sus4 行ったり来たりするって覚えておくといいと思うんですけど、よーく見るとほら、ここのね、一番下の点がちょっと違うだけで、4弦が違うだけなんですよ。どこで出てくるかというと、この A メロのいきなり歌い出しのここですね。ここの E7、E7、E7 sus4、E7 という。ちょっと今度 E7 sus4 の解説。まず普通の E7 を押さえる場所を確認しましょう。こことこことここが E7 なんですよね。はい。で、E7 sus4 はこの人差し指見てて、これが1個こっちに来ます。これが E7 sus4 で、ここの行ったり来たりなんです。ちょっとやってみましょうか。最初ね、海に抱かれ、E7、ここ、一回これを入れたい。これだけでね、渋いんです。ね、E7 サスポート E7。この関係性、覚えておいてください。あともう一個似たような感じで、C でやります。C サスポート。こちらです。C サスポート。これもまたさっきと同じように C とセットで行ったり来たりします。これは2弦の1フレットです。はい。まず普通の C ってここですよね。ここ1個だけ。C サスポートってここです。はい。これはね、こういう感じです。C から C サスポートか。こんな感じの流れでます。これテロップでちょっとよく見ておいてもらいたいんですけど、ちょっと使い方でね、ここね、サビの最後で、明日の望みを俺たちにくれる、ここがポイント、くれるのだ、の、ここに C サスポー C って書いてあるんですけど、ここ、のだの、のだけ C サスポーっていう感じのイメージです。ちょっとここやってみますね。明日の望みを俺たちにくれるのだ。わかった？
のだけ C7、C サスポーだは C、のだってこういう使い方、はい、これ1回だけ入れるのがポイントなんですよね。ここかっこいいですよ。で、あとはね、最後エンディングのとこで今のとこ同じところでここでワンブロック C サスポーやってっていう風にやって、まあテロップとちょっと一緒に確認しながらやっていただくと分かりやすいと思います。とはいえね、シンプル簡単バージョンのコード進行でもまあ十分なんで、これは本当にスパイスとして、ちょっとこだわりたい方はこの2つのコードを使ってやってみましょう。あと一つ、かっこいい版で出てくるコードを書き忘れてました。この C7 っていうコード。これですね。これ簡単なんで、ほんと一瞬 A メロのね、ここのとこで出てきます。C7。C7 は、普通のシーンがここでしょ ?C7 ここです。これだけ。これ1個追加します。じゃあリズムの解説でいきましょう。リズムは、前半はガズペジオ。こんな弾き方です。海に流れて、こんな感じね。これはピアノで弾く感じのイメージの時によくあるガズレロジナルのこの呼び方なんですけど、ガズペジオという弾き方。サビは16ビートのチャです。ゆったりしたやつね。スケールでっかい水平線を見ながらやるやつの方の16ビートのチャですから、こうです。海よスケールでっかいやつです。はい、この2つの弾き方、ガズペジオと16ビートのチャ、ここで弾き方動画でマスターしてください。このリンク先はガズレレのホームページの1枚でウクレレできるリズムのいろいろという中のページ、動画がね、リンク貼ってありますから、ガズペジオと16ビートのチャを探してやってみてください。16ビートのチャはいつも言ってるんですけど、いきなり16ビートのチャを弾こうと思ってもちょっと無理です。まずは8ビートっていうリズムを完璧にマスターして、その後8ビートのチャというリズムをマスターして、その後16ビートをマスターして16ビートチャ。なかなかこう階段をステップアップしていくようにリズムっていうのは自分の体に落とし込んでいくものなんで、焦らずにじっくりリズム楽しんでやってみましょう。難しい方はガズペジオはね、結構簡単にできると思いますね。サビは4つ弾きでダイナミックでもかっこいいと思います。その方の、今できる弾き方で最高のものをやりましょうという感じで。いいですね。そういういろんな要素を、含めまして、やっぱりそれでもやっぱ歌中心ですからね、歌詞を読み解いてですね、歌詞をしっかり読んで、そのイメージしながら、それこそ海を目の前にして、心を込めて歌うような、そんな雰囲気の中でこれ演奏するのがやっぱりポイントだと思います。音楽は感情表現ですからね。じゃあ行きましょうか。海、その愛。ガズレレレユー、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。海に抱かれて、その愛を男の胸
ですね。感情たっぷり込めて、本当に歌いたい曲ですよ、これは。これはですね、やっぱ、結構ね、広い世代の方ご存知の曲だと思いますんで、大先輩と一緒にこういうのね、楽しく歌うのもまた一個楽しいかなと思います。楽しく音楽やりましょう。ウクレレで音楽やって面白いなと思った方、どんどん周りの方にこの楽しさをお伝えください。今ご覧になっているガゼレレ YouTube も、どんどんご活用してくださいね。なんだって700曲以上ありますからね。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。さあ、ガゼレレこのちっちゃいウクレレ1本持って、日本中飛び回っていいリアルイベントやってます。このイベントがめちゃ楽しいんですよ。お一人様でも、ヘタピーでも大歓迎です。私がいるから、ご安心ください。あと、本をいろいろ出してます。ベストセラーになってる本、山盛りですからね。そんな情報、あとこのウクレレの情報とか、ガゼレレの最新情報、この後動画でちょっとひっつけときますんで、お時間ある方もない方も、ぜひご覧になってください。ガゼレレ楽しいですからね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、見てくれてありがとうございました。では、ご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22宮城県イオンホール名取、その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると、私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出します。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリッドミュージック社さんから出てるガズのソングブック、100曲ですから、ぜひ皆さん こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。